小田純子ナビゲートでお送りしています。モーターウィークリー。 ここからの時間は各自動車業界でご活躍中の方をお迎えしてお送りしていきます。今日のコメンテーターは桂真一さんです。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。えー、そして今日はですね、えー、本編から自動車メーカーから広報の方をお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。えー、今日のゲスト、アストン・マーティン広報の寺島昭一さんです。えー、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 え早速なんですけれどもまずあのアストン・マーティンの簡単な歴史からご紹介をアストン・マーティンは非常にあの長い歴史を持っているメーカーなんですけども、はい、90年以上の歴史を持っていまして、あのー、バムフォードとマーティンという人物が会社設立しまして、まあ、その後、あのー、アストン・クリントンという場所でレースをしてです、ね、あのそのレースの場所の名前と えー、マーチンという名前を取ったソマーチンという名前になりました。その後あの、いろんな経営者がですね、変わっていくんですけども、はい DB というあのアストマッチの代表的なモデルの元になったデービッド・ブラウンとかさまざまなあの実業家の手に渡りましてえそれで1987年にえフォードの傘下に収まってですねその後、DB7 とかバンキッシュとか DB9 とか V8 バンテージといったあの洗練されたですねモデルをリリースしてえ現在に至っているというところですね、うんうん。あのー 方針というか、はい、あの、スピリット。はい、なんか、アストン・マーティンのスピリット、会社のスピリットっていうものをご紹介いただければと思うんですが。まあ、アストン・マーティンというと、やはりあの、手作りの、はい、あの、スポーツカーという、あの、イメージなんですけども、まさにその通りですね、職人技術を駆使した、えー、手作りのスポーツカーで、それをうまくあの、最先端技術とですね、融合させて、あの、アストン・マーティン独特の世界をですね、作り出しているというのが、 えー、あそ町の方針で、うんあ、あのお客様とのお付き合いもですね、非常にこう身近にしてですね、あの、まあ、小さい、あのメーカーなのでできることなんですけども、お客様一人一人とのお付き合い大切にしながらですね、あの、まあ、イベントとかですね、うん、それからサービスクリニックというような、あの、機会を通してですね、あの、あそ町ファミリーをつ作り上げていくような、うん えー、ーメーカーでございます。なんかとっても、はい、あの、顧客との密な関係みたいなものを感じるんですけれども、はい、あの、何ですか、今日私初めて <laughs> 見たんですけれども、普段はきっと拝見することも叶なわないような、えー、アストン・マーティンの顧客さんだけに、あの、配ってる。期間で、えー、シーズンごとに年に4回、えー、4冊素晴らしいご本が、はいえー、送られたり、 されてるんですね。はい、そうですね。なんかものすごい世界をちょっと今日は垣間見てとっても素敵な本なんです。そうですね、もう世界の超一流の、はい、あのカルチャーが全部詰まったような。なんかこの5本としても楽しめるような5本ですよね。はい なんかね、うん、その、車としては、やっぱりちょっと近寄りがたいような魅力なんですけど、うん、まあ今ね、寺島さんおっしゃったように、えー、そのね、ファミリーとして付き合ってくれるのは、うん、まあね、僕今回、そのニュールでお世話になって。うん、体験されてますよね、うんうん。あの、本当にね、こう打ち解けて、あの、名前で呼び合ってくれたりね、えー、それとやっぱり、そ,その、もともとがやっぱりレースをやってたメーカーだけに、はい やっぱりレース魂というかレーシング魂がねうん、うん、やっぱ相当あるメーカーだなっていうのはよくわかりましたけどね。なるほどね あの、本当に近寄りがたい世界ではあるけれども、あの、一び仲間になってしまえば、<laughs> な、なれないんですけどね、なかなかね。<laughs> いや、僕ミニカー持ってますけどね、<laughs> それもちょっとしたファミリーかもしれない。さてですね、あの、まあ、あこれまでに想像たる、あの、名車と言われるお車があると思うんですけども、ここで、歴代のね、名車など、ちょっとご紹介していただけると嬉しいんですけれども。はい 代表的なところを申し上げますとですね、1959年にル・マンで優勝した DBR1 とかですね、それから、007で活躍しました DB5。これ、一般の方にもとてもファミリアな馴染みの深いところかと思いますね。あとですね、もう一つのブランドコンセプトであるラゴンダですね、非常に角張った特徴の車なんですけども。 それからですねアストマーチンが、あのー、成功する足掛かりになった DB7 ですね<ー>、えー、それからニューポート・パグネルで最後に作られたバンキッシュ、うんえー、それからゲードの新工場で初めて生産された DB9V8 バンテージというのが重要な、えー、モデルになるかと思います桂さんは、はい、今あのずらりと名前が挙がったところは大体、うん、乗られていますか 子の子は「007」っていうので、うん、あの必ず見てるわけですよね「007、ね」00を見てる人たちはね、うん、それで、はい、あのやっぱりショーン・コネリ時代のその DB5 ね、はいえー、それはやっぱり子供時代にやっぱりミニカーを買って遊びましたし、うん、それからまあ最近ではねあのー、今言われてたバ、ね「はい、バンキッシュ」「DBS」って続くんですけど、うんまあ、バンキッシュもやっぱり。

もう、その、アストマーティンっていう言葉の響きからしても、すごいんですよ。ねすね、だからなんかもう私なんかはもう映画の中のとか、もうそれこそ何、ね、何年近寄りがたい。そうなんです。うん、もうだからハリウッドスター、それもなんか70年代の日本にとっての<ー>ハリウッドスターみたいな、銀幕のた、ね、みたいなね。あの、未だにそういうやっぱりちょっと近寄りがたいし、ちょっと違うなという。 あの、結構、最近日本では、フェラーリとかポルシェとか、やっぱりなんかすごく身近な感じ、身近じゃないですけれども。でもあの、あの、シリアには乗ってる人がいたりとか、割とこう、近しくなってきたかなっていうのがあるんですけど、アストン・マーティンはね、ちょっとやっぱり、違う。なんですよね。でもぜひ、あの、ショールームにお気軽に、いい遊びに来ていただきたい。ショールームは、あの、大丈夫ですよね。あの、追い返されないですよね。大丈夫です。 はい。えー、では、ここで一曲を聴きいただきたいと思います。えー、ルイ・ベガでジャングル・フィーバー。小田淳子ナビゲートでお送りしています、ザ・モーター・ウィークリー。今日はコメンテーターに桂慎一さんと、アストン・マーティンから候補の寺島昭一さんをお迎えしてお送りしています。えー、ここからはいよいよアストン・マーティンのレーシングチームにスポットを当ててお話を伺っていきたいと思います。もうね、とにかくアストン・マーティンのレーシング、今、熱い。ですよね。はい。 まずは、えー、レーシングチームの歴史からご紹介をいただきたいんですけれども、はい、あのアストマーティンは常にあのレースとあの関わってきたメーカーなんですけれどもあの1959年にです、ねえー、ル・マンデ DBR1 で,、えーで,ですね、優勝してからはしばらくあのレース活動からは遠ざかってたんですけれども、はい、2004年にまたのプロドライブ社とです、ねえー、パートナーシップを結んで、うん、えまたレースの世界へと。 してきましたで原稿、えー、モデルである DB9 をベースとしたですね DBR9 とそれからもう一つの原稿モデルである V8 バンテージをですねベースとした N24 で、えー、レースに参戦して、えー、最近も成功を収めています確かに<れ>確かにそうですねうんあのやはりそのこの長い間こう 遠ざかっていた期間の、そのなんでしょうね、エネルギーみたいなものが蓄積されて爆発してる感じなんでしょうかね、レースにかける。初心に帰ったというか。なんか今すごいですね。すごいですよね。あのね、ニュールブルクリンクもそうでしたけどもね。ルマン24時間。ルマンも。はい。大変なことになっておりますが、まずはですね、あの、 ニュルブルークリンク、5月25日に開催されました、えー、24時間耐久レース、えー。こちらのレースについて伺いたいんですけれども、改めてね、もうカズラさんとね、この前はもうその話で大変な、はい、もうね、もうね、興奮冷めやらずなところでしたからね、はい、あの伺っていたんです。今日は改めてね、またちょっとお話も伺いたいなと思います。えー、ちょっと具体的なね、お話を伺いたいんですが、えー、車種、選手、こちらどのような状態 えっと、車はその v 8バンテージ g あのレースバージョンなんですけども、バンテージ N24 っていう車で、この N はやっぱりニュルブルクリンクの N ですかね。そうですいですから、まあ、N、ニュルブルクリンク24をターゲットとしたっていう、ニュルブルクリンクをターゲットにしているような車ですよね。もうそれ用に焦点を当ててそうです。だからそれを、アストマーチンとしてはやっぱりカスタマーに あの、よりよく広めて使ってもらいたいという思いがあるんですよね。そうですね。はい<ー>。ですからまあ今年は本当にそういう意味では、 まあワークスカーが1位になっちゃいましたけど2位にはプライベートードスイスのチームが入ってねまあ要するに一般のお客さんが買った車でも十分そういう戦闘力があるっていうことをアピールできたんで,でしかも社長たちも3位に入ってワンツースリーなんでね素晴らしかったですね。興奮しますよね。あんまり <laughs> であの、一緒にあの走られた選手の方が、はい、ちょうど、先ほど、あの、お話に登りました。あの、アストンマーティンの、い本のはい、神々しい、<laughs> あの、<laughs> 顧客様専用の、はいはい、えー、ご本の中に。はい、あの、登場してらっしゃるん、ね。んですね。あのー、えっ、ー、と、僕が乗った、ゼッケン八番の黄色い車がローズっていう、愛称なんですけども。はい、その車は。 えっと、ジャーナリストチームということでね、あの、扱われてたんですけども、はい、そのジャーナリスト、まあ、一人は日本人、一人はイギリス人、えー、スで、もう一人ドイツ人なんですけども、そのイギリス人の方が、うんえー、マッシュ・マーシュっていう、まあ、あのジャーナリストで、何、えーえー、て言うんですかね、あの、えー、なんだっけ、えーライライフ、ライフスタイル師、はい、はい、ライフスタイル誌を主にやってるような方で、 で、その先ほどの日本の,あの本も書いてると、えー、なんかねあのとってもご本が素敵でね、うん、あの記事もねなんかあの全部英語なんですけれどもねなんか、はい、これ例えばショールームに行ったらどうしても見たい方は見れるとか、はい、そういうことはあるんですかそうですね何度かディーラーさんに置いてあると思いますのでじゃあねちょっとこれだけお話にも上ったことですし、はい、写真とかもものすごく素敵で、はい、とにかくあの私おすすめなんですよ何か。はい ちょっと感覚が違いましたね、写真もね。素晴らしい。芸術性が高いと思いましたね。そしてあの、アストマーティンの、あの、本社ビルの、あの、素敵な、な、中の、ギャラリーになっているような、で、そこでデザイナーの方がデザインをしてるとか、そのところも映ったりとか、先ほどのそのマシュマシュさんも映ってるし、はい。え、さて、え、で、実際は、のところの感触としてね、もう、前回も伺ったんですけれども、もう、 いかがでしたか。率直に。あのー、まあ今、今、えー、マシュマシュって出ましたけど、はい、あの、もう一人ドイツ人のオリビア、オリバーマタイっていう。その彼が、うんえー、彼実はそのアストーマーチンの顧客でもあったんですね。ねだからお金持ちなの。まあ、ドイツ人っていうこともあってですね、やっぱりニュールブルークリンクには非常に慣れてて。はい。 やっぱ彼が走ると一番早いんですけどもあのまあリーダー的な役でねあのチームを引っ張ってってくれたなっていうところはあるんですけどただまああの本当に車的には全くノートラブルでしたしあの社長たちが乗ったねもう1台の「ゼッケン7番」の方も。 あのトラブルはなかったんです、基本的には、ただ残り2時間という段でね,ね<ー>えと、周回遅れの車とん、まあ、絡んでしまったんですけども、まあ、そこで、それが唯一のトラブルでね、えー、車ではないですからね、ねそ,ねそうですね、ですからね、えー、もうそこまでは本当に2台ともね、順調であの、もう夜が明けたぐらいからね、もう騒ぎ始めてるんですよ、ワン、ツー、スリーだって言って。えー だけどねまだ8時間ぐらいある段階でそんな騒いじゃってるんで、まだでしょうっていうね、騒ぐのはえでしょうっていう、僕がお最悪になってましたけどね。いやー、でもね、<laughs> 本当に結果がね、すべてを物語っているという,う,、ね、こう結果になっておりますが、えー、さて、6月18日に開催されましたル・マン24時間レース、はい、こちらもまだ快挙ということです、はい、素晴らしいですね。そうですね、2連覇ということ あのー、今年もですねあのー、デイビッド・ブラバムとアントニオ・ガルシアとですねダレン・ターナが乗っていた009というですね、うんえー、車がですね見事 g t 1クラスで優勝という結果になりましてもう1台の方のあのベンドリンガーとピッチーニとフィレンツェンが乗ってた方の車もです、ね、2,、うん、2 3位にコルベットが入ってしまったんですけが、うんまあ、4位に。 入りましてもう一台プライベーターで参加してた車はチームモデナというチームなんですけどもこちらも8位ということで検討しまして優勝はしたんですけどもなかなか厳しい戦いだというふうに聞いてまして天候が雨が降ったりですねトラブルでセーフティーカーが入ったりということでだいぶ距離が詰まって結果として非常に大接戦になったと。 最後まで気が抜けなかったというふうに聞いてます。はい。ドラップでね、はい、あの最後までっていうことで,してですよね。はいうん。なんかあれですね、こうち手手に汗にいるっていうい最後まで本当にもう何るも言えない。とすごく嫌ですよ。え、さてレーシングチームの今後の予定ということで伺いたいんですが。はい。 あのーはい、これからまた積極的にですね、ええ、世界中のあの GT 選手権に出場していくんですけども、はい、まずあの8月のニュールブルク,リンクの1000キロとかですね、うん、それから9月のシルバーストの1000キロをはじめ、うん、あのさまざまなレースに出場します楽しみですね、はい、今乗ってますからね本当に楽しみですね,ですねはい、はい、えー、そしてアジアカップというものも、はい、これはあの今年から始まったんですけども、はい、アジアであの勝、ー、浦さんが、えー ドライブしたですね同じ車なんですけども V8 バンテージの N24 こちらの車を使ったですね、えー、レースシリーズが、えー、始まりまして、まあ、主にあのプライベーターが参加するレースなんですけども、はい、現在15台がエントリーしてまして、はいえー、5月の上海グランプリから始まってですね、うんえー、シンガポール、上海とレースしていくんですけども、はい、今のところ日本でのレースという予定はあの、うん、残念ながらないんですけども、はい あの、そのうちね、できるようになるといいですね。そうですね。来年はぜひやりたいなと思ってます。うん、楽しみなところですね。はい。えー、さて、ではここでまた一曲を聴きいただきたいと思います。はい、テリーキャリアで Just My Imagination。小田純子ナビゲートでお送りしています。The Motor Weekly。今日はコメンテーターに桂晋一さんと、アストン・マーティンから候補の寺島昭一さんをお迎えしてお送りしています。 さて続きましてはですね、いよいよアストンマーティンの新車や取り組みなどについてお話を伺っていきたいと思います。えー、現在、えー、今一番気になるところというところで、えー、かなと思うんですけれども、昨年発売されました DBS、こちらについてまず伺いたいんですが。 えー、DBS はですね、先ほどお話にも出ました、あのルマンで 2, 年2連覇を果たした DBR9 とですね、はい、それからあのもう一つの現行車種である DB9 のちょうど中間に位置する、えー、モデルで、えー、レースカー並みのパワーとですね、それから GT カー並みのですね快適性を兼ね備えたモデルです。<ー>例えばあの、レースから培ったですねカーボンセラミックブレーキとか、はい、それから軽量複合素材といったようなものとですね、 それからあの路面状況に応じてダンパーのセッティングが自動的にあの変化するようなアダプティブダンピングとかですねそれからあのサーキット倉庫にも適したですねトラックモード付きの,あのダイナミックスタビリティコントロールといったようなハイテクもですね採用したもうまさにアストマーチの H を結集したモデルという位置づけでございますまああの <laughs> カーボンファイバーだらけでねもう非常にお高そうなんですけどね <laughs> えー、走るとね僕はこれ、あの海外の指導会読んでいただいてね、はい、あのフランスで乗ったんですけどうわあの軽く300キロの世界で、軽く300キロ、それで今言ってたそのた、ね、ダンパーのセッティングが自動的に変わるとかで。えー 高速走行でも乗り心地はいいんだけども安定性も全然高いっていうねなんか SF の車みたいですよ、えー、やっぱり007って感じですよ。ところがだからね、<laughs> 007ではその車が大転倒するわけですよ、8<ー> <laughs> 回転でしたっけ日本人の感覚としては、そんなねすごい車が転倒していいわけって思うでしょ、<laughs> それね、アストンマーチンの人にね、何度も聞くんだけど、いや、映画だから。 <laughs> 簡単に流すところがまたなんか大人だなというかねすごいですね、えー、さて、そしてもうちょっと気になるところといえば、はいえー、V8 バンテージそして DB9 ということで、はいえー、ご紹介いただ DB9 と, DB と V8 バンテージはですね、えー、アストンマーティンのです、ね、独自の,の VH プラットフォームというあの非常に剛性の高いプラットフォームをです、ね、採用した初めての車で。 あの新工場で、えー、初めて生産された、えー、モデルです、えー。現在も非常にあの人気のあるモデルでですね、あの <laughs> クーペでもコンバーチブルでも非常にあの乗りやすい車です。えー、DB9 はですね快適な GT ツーリングを、えー、求める方にぜひ乗っていただきたいですし、V8 バンテージはよりスポーティーなドライビングを求める方にお勧めしたいモデルです。 あの、実際ね、でもそのちょっとそのドライビングっていうところで私がその一般人がなんていうちょっと話をしちゃったところで、はい、えなんと素晴らしい取り組みかと思うんですが、はい、えアストン・マーティンではパフォーマンスドライビングという、えー、取り組みをなさっているということで。そうですね。あの、うん、ち,ちょっとご紹介いただけますかはい。はい、イギリスのあの、ミルブルック・プルービング・グランドと。 いう場所でですね、あの、行われてるんですけども、お客様はどなたでもですね、お申し込みいただいて、アストマーティンの性能をフルに発揮していただく機会をですね、作って所有者になったら、イギリスへの旅が漏れなくじゃないけど、行かなきゃいけないのこれ。感じや。そうですね。あの、ミルブルックっていうのは、まさにあの、あれですよ、セブ7の撮影やった場所らしいんです スタンじゃあこれあの逆に行きたいっていうお客様の方が多いんじゃないですかちょっとそれにしょっちゅう海外とかね行かれるような方も多いんでしょうしそうですねちょっと行ってみようかなみたいなねはいそれとこう絡めてですねファクトリーツアーもつけていただいて工場見学ですねうわでもなんか工場もね先ほどあの 歴史のところでおっしゃってくださってましたけど、その手作りの部分とか、はい、そういうのもすごく、その匠芸みたいなの見れちゃったりとかするわけですかです、ね、ももご覧いただけます。うわ、すごーい。はい 何しろね、あの、本社の会社も素敵なんですよね。そうですね。そちらもぜひご覧いただきたいですね。ね、うん、あの、日本でも結構そのデザインに関するようなことをしてらっしゃる会社とかって、すごく環境が整、良、うん、かったりとか、うんそ,うね、そういう感じになってきて、最近ね、近年はね、でもなんかね、それの最たるものというか、究極バージョンを見たという感じで、でね、なんかね、あのね、美術館みたいな。そうですね。うん。ミュージアムみたいですよあ。あの、プールとは言わないですけど、うん、その、水の上にね、えー あ,あのバンテージが置いてあったりね。はいうん、ああ、いったところで、はい、もうデザイナーが心置きなく。はい、素晴らしい才能を発揮して。生まれていくんですね。すねはい、はい。では、ここでまた一曲を聴きい,いただきたいと思います。おすんらでで、クレイジーユー。 ここからの時間は毎週自動車メーカーから候補の方をお招きして新車情報など、旬な情報を伺ってまいります。ザ・ウィークリー候補のコーナーなんですけれども、えー、今週のフィーチャードメーカーは、果たしてアストンマーティンということで、引き続きアストンマーティン候補の寺島正一さんをゲストにお招きしてお送りします。えー、勝ツさんも引き続きお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 えー、さてですね、もう今日はさは散々アストン・マーティンの知らない世界を伺ってきたんですけれども、えー、さてですね、あのー、いよいよ具体的に、ちょっとショールームのお話などを、ねはい、伺っていきたいんですけれども、はいあのー、今、アストン・マーティンのディーラーはですね、はい、日本に4店舗ございまして、はい、東京に2つ、はい 2> えー、それから大阪、名古屋にあるんですけれども。 東京がですね、麻布台のアトランティックカーズという店とですね、うん、それから赤坂のアストマーティン赤坂、えー、大阪は心斎橋の方にアストマーティン大阪発行というお店がありまして、はいえー、名古屋は審査会にです、ねえー、アストマーティン名古屋発行という店が、えー、ございます全部で4店舗はい、はいえー、なんとなくね、あのー、先ほどのご本の話もそうなんですけどき 見てみたい,見てみたいんちょっと踏み入れてみたいとかあの一目芸者を見てみたいとかそういう思いはかなり沸き起こるんですが、うん、あのちょっと敷居が高いような気もするんですけれども。 あのー、もう本当に気軽にです、ねあのー、足を運んでいただいてです、ね、<laughs> 大丈夫でしょうか、えー、あの本当に、あのー、私どもの,あのディーラーはですね、はいあのー、優しくです、ね、皆さんをお迎えすると思いますので<え>ぜひあの気軽にお越しくださいあのでも今日、ねはい、お会いしてちょっと安心したんですけれども、あのー、もちろんね、ね多分お買い求めに実際にはお買い求めにはなれないかもしれない方もたくさん中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、でも、なんかきっとね、あのー アストマーティンという会社の方は、そういう人たちがどういう思いを抱いて、そのショールームに来るのかっていうことをきっと分かってくださるような方たちなんじゃないかっていう、ちょっと今日そういう安心感を思いました。そうです、ね、あの、先ほどのね、はい、あの、007を見てとかね、はい、子供の頃から憧れて、やっぱり見てみたいっていう方もきっといらっしゃると思うんですよね。う,んはい、うん。でも、いいですよね。見るのは、あの、目の模様にもなりますし。すね、ぜひアストマーティンの世界をですね。<laughs> ね <laughs> 世界をちょっと垣間見、えー、い見てくれるというかね。はい うん、そして、いつかはというね、可能性のある方もたくさんいらっしゃるかもしれないしね。そこに夢を持っていただくのもいいかもしれないですしね。さてですね、そして、あの、これだけのお車ですから、それだけのお車ですから、気になるのが、サービスサポートというところなんですけれども、はいはい、このあたりもちょっと詳しくあの伺ってもいいですか。はい。はい、あのー、アスマーティンのディーラーはですね、はい、あ全世界的に、日本も例外じゃないんですけども、 皆、えー、ですね、厳しいトレーニングをですね、受けることになっておりまして、<ー>えー、イギリス本社からトレーナーが日本に来日して、えー、トレーニングをやるというケースもございますし、えー、日本のディーラーさんが、あの、実際にあの UK のトレーニングに出席したりというようなこともありますので、非常にあのサービスレベルは高いですね。そそそうですよねれこそも一一台台が オーダメドのようなことになるわけですから、うんね、メンテナンスやサポートに関しても、はい、本当に普通のところではもちろんできないですよね。そうですね。あの非常にハイテクのですね診断装置を使ってですね,、えーねえー、修理をしていくという感じですね。はい。えー、うんとにかく今日はもうなんか。 なんかね、気分がゴージャスな感じになって、<laughs> ちょっと気分がゴージャスなんですよ。<laughs> アストンマーチンの世界、ね。アストンマーチンの世界ということで。なんか車だけでなく、なんかこう、全部取り巻く環境というか、そうですね。すべてを含めてね、はい、やっぱり世界観みたいなのが、なんか伝わってきました。はい、え最後にですね、はい、寺島さんの方から、はい、えアストンマーチンの、えー、なんて言うんでしょうね、セールスポイントというのも変ですけれども、はい、あの、キャ キャッチなどをちょっとご紹介いただきまして、はい、はい、えー、お願いしたいと思います。はい、アストマーティンはですね、はい、あの、タキシードを着てですね、あの、パーティーに乗り付けていただいても、あの、サーキットでですね、あの、徹底的に走り込んでいただいてもですね、存分に楽しめる最高の車だと思いますので,です、ね、ぜひ、あの、そのアストマーティンの世界をですね、えー、楽しみにショールームに、えー、お越しいただきたいと思います。はい。 まさにですねもうあの言い得てこれ以上のことはないですね,ですねタキシードが似合ってサーキットで走り込めるやっぱりでもないですよね、うん、そういう車ってそうですね、うん、あのえ近寄りがたいけどもやっぱりその世界には行ってみたいという男の子はの <laughs> 特にそう思いますねちなみに桂さんはタキシードをお召しになってお乗りになられましたいいえあのレーシングスーツで乗りました <laughs> レーーシングスツ、はい、じゃあ今度は タキシード体験もなさらないとダメですね。すねはい、あの、いろいろな情報など、ホームページで、はいえー、ご案内されていくと思います。はい、ご紹介しておきましょう。はいえー、ホームページは、はい、http://www.astonmartin.com/.jp コロンススララッッシシュュ。英語の小文字で ht t p、http://www.astonmartin.com/.jp コロ、え、ン、ー、ススララッッシシュュ。こちらの方に。